こです。今日はじゃじゃじゃーん、また可愛いお洋服たちを買ってきたので紹介します。今回は、今回はというか今回もなんだけど、私韓国ブランドのお洋服がめちゃくちゃ好きで、もうね、見てる人はもう知ってるよって思うと思うんだけど、韓国のお洋服をめちゃくちゃ買ってて、で今回はそのいろんなね、韓国ブランドがもう一個に入ったすごい便利なアプリがあって、でそこでお買い物をしたから、とアプリも一緒に紹介しつつお洋服も紹介しようかなと思います。それではスタート。はい、でまずね、このねアプリ、これパステルってアプリ、じゃんじゃん、こんな感じでひたすらね、いろんな韓国ブランドがずらーっと並んでるんだけど、このブランドなんかもう100以上のショップが入ってるらしい。めっちゃ多いよね。私が知ってるブランドもこういう一番上にソニョナラ、あとこれもね 17kg だっけ、これ可愛いよね。このチューとかよくね、私の友達も買ってるブランドなんだけど、あとこれ私が大好きなブランド、スタイルナンダが入ってます。でなんかこういう有名なブランドとかもこの1個のアプリに入ってて、なんかいちいちねこのブランドのサイトに見に行かなくてもアプリでまとまってるから、こう一緒に見れたりお買い物ができるっていう、めちゃ便利じゃない。もう私ほんといろんなとこ見に行くから、これめちゃ便利だなと思って。あとね、こういう風に私は、スタイルナンダとかチューとか結構好きでよく見るからお気に入りしてて、でそのお気に入りしてるショップのこう新作みたいなのがずらーっと並ぶんだよね。このね3つはもともとしてたんだけど、このブラックアップっていうブランド全然知らなくて、このアプリ入れて初めて知ったんだけど、このねブラックアップっていうブランドはここにハッシュタグが書いてあるんだけど、カジュアル、クール、ストリートっていう感じで、こういうね系統のお洋服が揃ってるよっていうのが、なんか全部のブランドにこういう分かりやすいのが書いてある。あとその下に、送料といくら以上買うと送料無料になるよっていうのが書いてある。これめっちゃ便利じゃない。これめっちゃ便利なんだけど、アイテムはクールな感じでね、かっこいいアイテムが多いんだけど、結構ねアクセサリーも多くて、でこんな感じでヘアバンド、ピアス、ネックレスとか、こういうヘアクリップ、これめっちゃ可愛いね。こんな感じで最近さ、もうめちゃくちゃヘアクリップ欲しくって、これいいね、このアイボリー可愛い。でこんな風に可愛いなって思ったアイテムはこのねハートポチッと押しとくの。そうするとここのいいね欄に追加されて、自分がねちょっと気になるアイテム、買いたいなっていうアイテムをこういう風に一覧で見れるから、こう値段も一緒に出てるからさ、自分のお財布と相談しながらこう何買おうかなって、違うブランドのアイテムもこう見比べられるのが、これね私が一番いいなって思ったポイントです。はい、それでは、買ったお洋服たちを紹介していこうと思います。はい、まず1着目、じゃん、こちらこのスタイルナンダのカーディガンです。これねめちゃピンク色可愛くない？もうこの色がもうめちゃくちゃ好きなんだけど、であとねなんかすごいね、この太い毛糸っていうのかな、結構太い毛糸で編まれてるからボリューミーな感じだけど、このねここの丈がね結構短いのよ。こんな感じで結構短いっしょ。これスカートハイウエストなんだけど、そういうハイウエストのスカートとかに合わせても可愛い感じで、袖はね結構長めになってるからこう手のところまであったかいっていう感じで、これ本当にしっかりしてるから、この間ね私こうヒートテック着ないでロンティーだけ着て、その上にこれをね羽織ってたんだけど、もうなんかヒートテック着てないのにめっちゃあったかかった。可愛い、これめっちゃ楽しみにしてたんだ本当に届くので。このカーディガンはお値段が 16,630 円、結構しっかりしたお値段だね。はい、そして次がこちらのこのねジョガーパンツです。で今ねすごい韓国で多分一番流行ってるボトムスがこのねジョガーパンツだと思うんだよね。言ってしまえばスウェット
スウェットで、韓国のおしゃれな方々がこのねジョガーパンツをめっちゃおしゃれに履いてるのを見て、ずっと挑戦したかったんだけど、でも、まあ、結構ねグレーのアイテムとかが多くて、もうグレーだと多分私が着たらただのこうダルギみたいな感じになっちゃうだろうなと思って、ちょっと挑戦できなかったんだけど、これスタイルなんだの、これはもうねクリーム色、優しいクリーム色、めっちゃ可愛いよねこれ色が。あとまあこのウエストがねしっかりキュッてなってたりとか、この裾のところがこう折り返してあるデザインみたいな、もう縫ってあるんだけど、こういう折り返してあるデザインになってて、あったかいし、これめっちゃいいなと思って買いました。で、あと結構こう生地が薄めのジョガーパンツって結構いろんなところで売ってるんだけど、私みたいにねこうちょっと下半身にこうコンプレックスがあるような人は、多分薄いパンツよりも割とねしっかりめの生地の方がこう体型カバーしやすいからおすすめかなって思う。で、これがこれもスタイルなんだの、裏起毛カラーコンビスウェットパンツです。4920円です。5000円しないぐらいです。はい、そして次がこちらです。見てこのチェック柄、私こういうさチェック大好きなんだよね。本当に可愛い、この台形のスカートです。まあこれはねもう本当にこのチェックの柄と、あとこの台形の形、私ぴったりしたのよりこういうふんわり広がってるようなシルエットの方が足が細く見える気がして、でもこれね形も気に入って買ったんだけど、であと安いんだよ、これ3000いくらだっけ、3830円で、すごくね、まあ、割とプチプラな感じで安いんだけど、だからまあ結構生地とか薄いんかなって思って、まあそれでも可愛いからいいやと思って買ったんだけど、届いたら結構生地しっかりしてて、ちゃんと裏地もあるし、こうなんかタイツとか合わせて着たら可愛いだろうなっていう、すごい生地してて、こう触るとわかるんだけど、ちょっとふんわりしてる感じの、ちょっと触ってみてほしいんだけど、届いてねちょっとびっくりした、意外としっかりしてるって思って、もう普通にこれでも可愛いよね、もうこれでも可愛いじゃんとにかくニットがたくさんあるから、もうそれとね合わせて着たいなと思って買いました。でこのスカートがこれもスタイルなんだってか、で値段が3830円、割と安いんだよね。で色が2色あって、なんか赤っぽいチェックとこのネイビーのチェックがあって、私はネイビーにしました。めっちゃ迷ってさ、赤色の方もすごい可愛かったんだよね。で結構すごい、なんて言うんだろう、私の体に合う形だったから、ちょっと赤も欲しいなって思ってる。はい、そして最後のアイテムがこちら、じゃじゃーん。このね、まあ、シンプルなシャツなんだけど、こういうのめっちゃ探してたんだよね。ここだけ見るとめちゃくちゃ普通のシャツなんだけど、結構ここの腕だったりとか、ここのもう全部の丈がちょっと長めで、なんならワンピースとして着れるぐらい長さがあります。私 164.5cm なんだけど、膝上くらいのしっかりした長さがある。で本当にニットとカーディガンをたくさん買ったから、それとこう合わせられるレイヤードできるアイテムを探してて、でも普通のこう短いシャツはたくさん持ってるから、こういうねこの上にこうニットとか着て、もうワンピースとして着れるようなアイテムが欲しくて、これを買いました。でこのシャツのねちょっと面白いところは、このね後ろのところにスリットが入ってて、こんな感じで、で、まあ、一番下がボタンで止まってるから、このねボタンを外すと、こんな感じでボタンを外してちょっとシルエットも変えることができるっていうね、ちょっと面白いよね。だから下にねデニムとか履くときは、このねボタンを開けてちょっとふんわりするように着てもいいし、この1枚でねワンピースとして着るときは、こういう風にこう閉じておくと、まあ、見えなくて安心かなって。で、このシャツは、チューっていうブランド。で、これも値段がね、3840円。割と安い。もっと高いかと思ってた。で、今年はさ、ロングブーツとか、めちゃくちゃ可愛いのたくさん出てるじゃん。だからもうこのね、シャツをワンピースにして着て、で、もう下ね、ブーツ履いて、っていうコーディネートがしたいんだよね。絶対可愛いよね。
はい、ということで今回はこちらのお洋服たちを紹介しました。かわいい、全部略だよ。で、この私が紹介した4つのアイテムは全部最初に紹介したパステルっていうアプリから買えるので、よかったら見てみてください。で、私が最初に見せたパステルアプリをダウンロードして、欲しいショップと商品名を公式アカウントでコメントすると1万円相当のアイテムがもらえるキャンペーンをやってるみたいなので、興味のある方はぜひ参加してみてください。で、その参加方法とかは動画の概要欄に書いておくので、よかったらチェックしてみてください。ということで、以上、うーこでした。バイバーイ。